はい、つまむくんですね。つまむくん、これも種子の装具で特許取れております。これをそうですね、中指と薬指の間に入れてもらいますね。ほんで深く握ってもらって、歩くとき足裏がはっきり見える。これっていうのは足首が動いてて、ふくらはぎですね、ここがものすごく運動してくれます。これで血流もどんどん戻ってきて、筋肉も活性化されます。ぜひやってみてください。次、山登り。山登りは2番と3番の間に人差し指と中指、ここ入れることによって足の内側ですね、親指、中指、人差し指、そっちが活性化します。足がどんどん上がります。上りですよ、上り専用ですよ。平坦地ではしないでください。